ビンディクティブは、イギリス海軍のホーキンス90巡洋艦。建造中に航空母艦に改装されたが、後に巡洋艦に服している。1919年に取られた水蒸気を運用している本艦、キャベンディッシュ9巡洋艦の一番艦として建造が開始されたが、建造途中の1917年に航空母艦へ改装され、 第一次世界大戦中のオステンド閉塞艦として沈められたアラガント級防護巡洋艦の名を受け継いで収益した。船体形状は朝鮮主労型船体で両派性の良い鋭角なクリッパー型の艦首から艦首艦板上に主砲の19.1センチメートル速射砲が棒立てのついた単装砲がで一機。その背後に上部構造物を設けて航空機の発艦施設とした。 その背後に司令塔を組み込んだ環境を基部として、頂上部に射撃砲位板と即挙技を乗せた三脚式の全部マストが立つ、船体中央部に2本煙突が立つ。その周囲は関西艇置き場となっており、2本一組のボートダビットが片言二組ずつ、計四組で運用され、原則甲板上29.1センチメートル速射砲が片言一基ずつ配置された。 2番煙突背後の後部見張り所から、後部は航空機の運用スペースに当てられており、看板1段分下がった艦尾に 19.1cm 速射砲が後ろ向きに1機が配置された。53.3cm 魚雷発射管は船体に内蔵され、固定発射管で片元3門ずつ計6門を配置した。管の中央部は巡洋管のままであり、 前方に発艦用に100フィート、後方に着艦用に215フィートの飛行乾板と発揮の航空機を搭載する格納庫を設けていた。1937年に取られた練習艦時代のビンディクティブ1919 19年7月、ソビエトロシアの海軍基地があるクロンシュタットの攻略を支援するためバルト海へ進出している。1924年、従順洋艦への改装が行われ、 1 9 1トル速射砲6門、1 0 2トル降格砲3門と武装が強化され、後部の運用施設は撤去されたが、艦の前方にカタパルトによる航空機運用設備が残され、水蒸気の代わりにカタパルトを有する最小のイギリス巡洋艦となったが1928年に撤去された。1937年には、 練習艦とするためにボイラー4機を撤去して速力は24ロットまで低下した他に一本煙突の外艦となった。既存の武装はすべて撤去され、代わりに 12cm 速射砲3門となった。1939年に工作艦として改装された。1942年までは南大西洋で、以後1944年までは地中海でイギリス海軍の活動を支援した。 1945年、本国艦隊で予備として保管されたが、ほどなく解体された。ありがとうございます。